はい。始まりました。石門ジャップ TV より遅くなりましたが、今週もやります。週刊 J2 のお時間でございます。 本来、火曜配信の週刊 J2 でございますが、ゴールデンウィークによる変則日程及び、我が軍三賀のホーム5連敗によるメンタル低下から動画作成のモチベーション上がらず、木曜配信に遅れましたことをご了承願います。そこで今週取り上げるのは2024年シーズン、 J2 リーグ第13節と第14節でまとめてやります。まあ、ゴールデンウィークに開催されましたまあ連戦のまあ順位推移およびまあ各節のまあ注目試合、また、あ、サプライズ結果試合、そしてベストゴール誕生試合等を限定的にピックアップしてアーダコーダ覚えていきたいと思っておりますので、よろしければライジオ感覚でお付き合いいただけると嬉しく思います。ということで、早速、 えー、5月3日、えー、金曜一斉開催の、えー、2024年シーズン J2 リーグ第13節の、えー、試合結果とはこの通り。えー、第13節を、ま、一言で表しますと、首位清水独走へ、そして二位長崎足止め、えー、迫る横浜 FC& 岩木、えー、とございまして、ま,まずは、えー、首位清水が栃木に、ま、苦戦しながらも、ま、終わってみれば立ち上がりと、 終盤の、共に立て続けの2得点ずつの、まあ、4対1の大差による5連勝で、13節時点で早すぎる10勝目到達の、勝ち点30台に乗せる勝ち点31で、まあ、当然すぎる、首周囲独走。そこで、まあ、昨年と比較しますと、まあ、モッカー J1 周囲の、まあ、昨年ダント突で J2 優勝なしとげ FC 思町田、ゼルビアが、第15節時点で、10勝到達ですから、まあ、それをしのぐ、第13節時点での、10勝の清水の、ハイペースっぷりが、より際立ちます。まあ、そこで、まあ、その周囲清水を追いかける、まあ、筆頭の2位長崎は、ま、秋田相手に、まあ、逆転に持っていく、まあ、火力を見せるものの、まあ、苦戦の上、秋、え、田、ー、お得意のセットプレイにやられ、ドロー終戦で、連勝が ゴーデストップの足踏みにより、えー、まあ首位清水との勝ち点差が3開く展開に、まあ、そこで今節はまあトップ2にまあ迫るまあ第2勢力がまあ揃って連勝でございます。 横浜 FC に関しましては、ミトに2対0での勝利による連勝により、まあ、今節、山形相手にアディショナルタイムダウンを許し、2対2の同点に追いつかれてしまった岡山を追い越して横浜 FC が勝ち点24まで伸ばし、まあ、ようやくかといった際に浮上。で、一方、岡山に関しましては4位に降格となっております。 そして5位岩木に関しましては、まあ、千葉相手にもセリカツノのロ勝利の、えー、3試合連続無失点の剣士を誇る、まあ、3連勝により、えー、勝ち点22位まで伸ばし、えー、5位キープの、えー、3位まではま射程圏内まで迫っており、えー、2位の長崎の調子次第では少し、えー、2位争いが面白くなる可能性が出てきた、えー、第13節といったところでしょうか。 で、また、毎節入れ替わる6位に関しましては、山口相手に2対1の逆転勝利の6ポイントゲームを制した仙台が、6位山口と入れ替わるように、昇格プレオフ圏内に再浮上。でそして、ここに来て大分が今節、甲府を2対1で破るアウェイ連勝による9位浮上で、昇格プレオフ争いも面白くなる可能性が出てきた印象でございます。そして、一方、残留争いに関しましては、 ま、群馬、藤枝、徳島でお馴染みだったワースト3チームから、ついに、藤枝が最下位群馬との裏天皇山を、まあ、劇的な2対1の、まあ、アディショナルタイム決勝団の逆転勝利の、連勝により、ま、降格圏の19位から、14位まで一気にジャンプアップ、まあ、残留争いの混戦具合を示している、順位大変動といったところでしょうか。 また、かつて内部構想で、まあ、泥沼にはまりきって、 徳島は、愛媛相手に押し込みながらも、惜しくも、3連勝を逃す、まあ、四国ダービー決着つかずのドローンにより、一、まあ、つ順位上げただけにとどまるものの、まあ、納得の、広、ま、角、あ、権脱出といったところでしょうかで。その一方、周囲清水相手に1対4で敗れ、まあ、3連敗の栃木と、あとは横浜 FC に0対2で敗れた水戸が、広角権に陥り、まあ、水戸は、 ええなんと。 浜崎監督、ついに解任の森コーチが暫定監督に変更となっております。で、また、群馬に至っては、藤枝との裏天皇座に1対2で敗れ、ま、断突再開変わらず。で、また、熊本は、定期的に現る、ま、申請。ま、今回は藤井選手の小回りの効いた2試合連続得点による、2点リードも、ま、鹿児島に後半だけで、追いつかれ、ま、必ずと言っていいほど発 する、まあ、熊本ホーーームでの、まあ、九州ダービ三ー、まあ、連続打ち合いを制すことできずの、まあ、結果、えー、痛すぎる2対2の今節泥終戦により、高、えー、角圏と勝ち点差1差の、えー、15位に陥り、まあ、残留争いに完全に、えー、巻き込まれた感否めずの、えー、残留争い、まあ、大きな、えー、動きが生じている、まあ、第13節といったところでしょうか。 そこで次、各試合結果等の中から、注目試合等を限定的にピックアップしてアーダコーダを覚えていきたいと思います。まず、第13節時点での最も注目試合でございますが、 19位藤枝バーサス20位群馬の裏天皇山直接対決をピックアップ。結果は2対1で藤枝逆転勝利。一方、群馬逆転負け。アディショナルタイムに劇的なですね、決着となっているゲーム。ゲームは後半にまず動きました。後半7分、群馬のロングスローから、コール玉を拾って混戦、群馬の高橋選手の優しいですね、パスを受けた佐藤選手 が、ま、ダイレクトで冷静にねじ込み、群馬が先制。シュートは冷静、もう、ま、得点取った後の喜びに関しましては、大喜びの、ま、ギャップを感じるですね。ま、群馬が、ま、ここまで苦しんでるっていうことを感じさせる、ま、佐藤選手の、先制団の喜びを、ま、その上で、ま、迎えた後半13分、藤枝、え、1点返します。ま、群馬つかの間の喜びといいますか、藤枝、ま、中央突破へ心にもクリアされ、 え、また、え、後方から作り直した左サイドに振って、えー、野本選手が思っている以上にですね、早いタイミングでのこのカットインクロス、まあ、もともと中央でね、えー、突破を試みてからのですね、え、サイドに振って思いがけないですね、タイミングでのクロスに対して、群馬人数は揃っていたものの、えー、藤枝の矢村選手がニアで技ありのですね、えー、ひねて、 のヘディングダウンが決まり藤枝が同点に追いつくと、まあ、その後はまあ藤枝のですね、まあ、ペースで進んでいく展開にまずは後半25分にはコーナーキック藤枝これマイナスにするというパス供給したところ、まあ、矢村選手のシュートこれ群馬のディフェンダーがシュートブロックし得点至らずで迎えた後半36分にはこれまだ藤枝中央突破を試み、まあ、ブロックされたところ、まあ、振り向きざま矢村選手 のシュートこれまたギリギリ枠外で得点至らずそして後半41分には群馬陣地で奪い返し朝倉選手のシュートもキーパー正面そこで迎えた後半アディショナルタイム5分でございますがその5分を経過した後のですねアディショナルタイムま7分の もうラストワンプレイでございますね。ま、サイド、榎本選手と朝倉選手のワンツー。まあ、江野本選手の折り返しに、えー、西谷選手がこれ胸トラップ。これ胸トラップちょっと大きくなったんですけど、まあ、そのボールに対して、えー、これ、矢村選手とアンデルソン選手二人がですね、振り向きざまの反転シュート。まあ、キャプテン翼のね、まあ、ツインシュートかのようなのはどっちが点取ったんかってね、一瞬迷ったところだったんですが、まあ、結果的に矢村選手がね、えー、ねじ込んだということで、矢村選手 大大大一番ででね発のの仕事により逆転勝利藤がそままま勝利をもぎ取る結果にあ、後半、特に群馬に関しましては、攻撃、先制はしたもののですね、同点に追いつかれて以降は、攻撃ままならずの、カウンター仕掛けようもですね、ますぐにミドルサードで奪い返されての、ちょっと群馬の重傷具合を感じざるまあ終えない、まあ2対1の結果ではございますが、 接戦ではなく、えーま、藤枝が勝ち越すのも時間の問題あり感があったですね、えー、結果を劇的ではあったもののま藤枝勝利必然一方ま群馬敗戦必然の、えー、試合内容呼び結果だったのではないでしょうかそして次、えー、第十三節のサプライズ結果時代を一試合ピックアップしていきたいと思います、えー、長崎バーサスは期待に対二のドロー終戦 えー、ついに2位、長崎、えー、連勝が5でストップのドローとなっており、まあ、その長崎の連勝を食い止めたのは、まあ、J2 のクセ者チームといえば代表の秋田、まあ、セットプレイ2発で、まあ、長崎を苦しめる、まあ、さすがのですね、えー、ゲーム展開、正直秋田が勝ってもおかしくない、えー、ゲームだった印象がございます。まあ、そこでこのゲーム、長崎、まあ、2位に君臨している、まあ、原動力の、まあ、マテイス・ジェズズ選手がこのゲームから不在及び、まあ、最前線も メンバーを大きく手こいで臨んだこのゲーム、まあ、松澤選手が久々スタメンで、まあ、モチベーション高く、まあ、立ち上がりからも積極的な仕掛けが目立ったんですが、えー、さっき、えー、先制しましたのは秋田、まあ、前半24分これショートコーナー諸岡、まあ、選手のこのアーリークロスに河野、まあ、選手のファーのこの折り返し、えーまあ、長崎目線がですね、えー、左右にですね、えー、あのブレッターブーン長崎のディフェンダー 対処しきれずの、えー、オウンゴールで、秋田が先制でその勢いのまま、秋田、まあ、前半31分には、えー、クロスに、即時奪回からのですね、えー、再びクロス、これ佐藤選手正面ですね、もう決定機、これホームランで、えー、追加点至らず、これ決めきれなかったのは秋田としてはめちゃめちゃ大きかった。ただその後も秋田、えー、引き続きチャンスがあり、これサイドでですね、えー、青木選手が引き寄せ、 その青木選手に対して、秋田の藤山選手は中央からサイドにですね、流れるようにこのダイアゴナルラー、これをおとりにですね、青木選手中央に差し込み、佐藤選手が走り込みながらですね、これシュートフィニッシュ、これもバーに直撃し、秋田、前半立て続けのチャンス、まあ、決めきれず、えー 1>, 1対0で折り返し、まあ、迎えた後半。ま、あ後半も立ち上がりからですね、松沢選手の積極的な仕掛け、ま、あカットインシュート、まあ、ディフレクションしながら、えー、ポスト直撃し、えー、得点至らず、まあ、それに対しまして、飽きた。 後半27分、秋田へ1点目と同じ形で、ショートコーナーでまたサイドを仕掛けます。今回はファーサイドですね。ドフリーでヘディングも、これ枠外で、長崎としてはもうめちゃめちゃ助かった形に、セットプレイでの守備のですね、ものさを露呈してしまいましたが、その直後獲得したゴールキック起点から、長崎ついに同点に追いつきます。後半28分、自陣ビルドアップから中央差し込んで、 いきこれ加藤選手の展開が素晴らしかったですね。加藤選手のところで秋田の選手を引き寄せながらですね、前線に展開していき、受けたエジガルジュニア選手、これ絶妙なタイミングでこの裏パス、及びマルコス・ギレルメ選手も絶妙なタイミングの抜け出しで、キーパーとの1対1、マルコス・ギレルメ選手が1対1を決め切って、 で、長崎同点に追いつき、で、その迎えた4分後に秋田、まあ、焦って縦に差し込み、それを、長崎奪ってからのカウンター。これまたね、先制点を取ったですね、マルコス選手から、サイドに展開していき、ファンマ・デルガド選手が抜け出すと、そのファンマ・デルガド選手がウィングの選手間のようなですね、細かいボールタッチ、まあ、足の長さをね、うまく活かした、まあ、揺さぶるタッチから、マイナスに降り し、えー、このマルコス、えー・ギレルメ選手の、まあ、トラップが結果的にですね、秋田の選手が、まあ、ブロックし、そのブロックしたボールが笠柳選手に渡り、まあ、ボールがディレクションしたような形となり、結果的に、えー、ファーサイド、エジガル・ジュニオ選手にこぼれて、それに対してエジガル・ジュニオ選手、ダイレクトで左足でねじ込むですね、えー、リーグ、トップの、えー、得点王を、ひ、え、た、ー、走る8点目により、今、まあ、長崎がつい 逆転でございますさすが、長崎の、まあ、火力といったところでしょうか。ただ、えー、その喜びも束の間。 後半36分、秋田デザインセットプレーから追いつきます。八塚選手のもうフリーキックかのようなですね、まあ、無回転のこのロングスロー、これ恐ろしいですね。まあ、そのボールに対して、まあ、藤選手が、まあ、ダイビングヘッドでマイナスに、まあ、ポストプレーし、その受けて、えー、秋田の大石選手のこのダイレクトボレー、えー、ゴールポストに直撃しながら、まあ、そのままゴールインで、二、えー、2対2の同点に追いつき、まあ、その後、両者、まあ、決めてなく、 試合終了したわけですが、まあ、秋田のね、洗練された、まセットプレイの数々に、長崎、本当に苦しめられたと思います。で、また前半立て続けの秋田のチャンスから、まあ、秋田は追いついた見入れはございますが、正直、秋田としては、勝たなければいけない展開のゲームだったかなと。で、その一方、長崎に関しましては、マテウス・ジェジュス選手不在でもですね、一時逆転の、さすがの選手層を、まあ、見せつける、まあ、逆転でありましたが、まあ、セットプレイでの、まあ、守備の、まあ、脆さ、まあ、課題が、 残った、えー、引き分けだったのではないでしょうか。まあ、両者ともにですね、えー、勝利を逃したドローといった印象がございます。 そして次、第13節のベストゴール誕生試合を1試合ピックアップしていきたいと思います。<laughs> 甲府バーサス大分1対2で甲府敗戦。一方大分勝利となったゲームから1ゴール非常に迷いました。甲府のアダイトン選手の左45度からの相手ディフェンダー目の前にいながらも右足でですね、ポスト直撃しながらゴールインさせる技ありシュートもですね、非常に候補に上がったんですが、 迷った末、ピックアップしますのは、 え、後半36分、大分のミッドフィルダー、安田選手の決勝弾を選出でございます。場面に関しましては、え、甲府自陣で、甲府の荒木選手にはクリアさせない形で、まあ、攻撃から守備の切り替えで、即時奪回から長澤選手が、サイドマイナスにですね、まあ、ボールを一旦落ち着かせ、そこから大分、一気にですね、スピードアップでございます。小坂井選手、安田選手、野村選手と三角形でダイレクトでですね、 つないでいき、今ボールを受けた野村選手が、 え、ボール受けてからですね、あの、少し体勢崩してしまったんですけども、そこをうまくねえ、持ち直してからのですね、え、甲府の選手を引き寄せるようにマイナスにですね、運んで、運んでからのですね、まあ、甲府のディフェンダーの選手4人に囲まれ、目線もですね、え、前市選手、まあ、野村選手、釘付けでございました。まあ、そこからですね、え、前に差し込んだパス、非常に効果的でございました。で、それを受けた安田選手、まあ、ワントラップしてから、え、迷いなくシュートフィニッシュ たりゴールにしたわけですが安田選手もこれボールを受ける前ですね、これ、首振りしてるんですよね、直前で。そこからですね、えー、このワントラップした、このトラップした足をそのまま軸足に持っていって、左足で、えー、シュートねじ込みでもございますので、まあ、とっさの首,は首振りからのですね、えー、シュートに至るまでの、まあ、判断の速さと、あとは、まあ、トラップした足をね、軸足に持っって、 ていくですねセンスもですね、えー、素晴らしく、まあ、一連の流れまあダイレクトプレイの連続から野村選手体制崩しからの、まあ、引き寄せて、えー 甲府の選手の目線を食い付けからのですね。差し込んだパスに対して、安田選手。まあ、首振りからの、まあ、瞬時の判断で、もう迷いなく。トラップした足を軸足でのシュートフィニッシュでもございますので、まあ、大分の各選手の技術力の高さ及、および、この得点がですね、まあ。決勝団に結びつき、アウェー二連勝にですね、まあ。導くゴールにもなりましたので、まあ、大分の副長のですね。兆しを感じさせられる得点でもございましたので、ベストゴール認定としてピックアップ。 させていただきました。 以上、第13節のピックアップゲームの振り返りはここまで。まあ、そこで次、第13節時点での個人ランキングを簡単におさらいしていきたいと思います。まず、得点ランキングからですが、長崎のエース、エイジガルジュニオ選手、一時の逆転弾を叩き込む1ゴールにより、8ゴール目で単独トップに踊り出ております。それ以外に関しましては、特に変動なしの得点ランキングとなっております。で、一方、アシストランキングに に関ししてですすがこちらは特に変動なしとなとっております以上簡単ではございますが、第13節の振り返りはここまで。そこで次、5月6日月曜一斉開催の第14節を簡単にアーダコーダー覚えていきたいと思います。試合結果順位表等は この通り、この第14節を簡単に一言で表しますと、トップ2、清水、長崎の2強を揺るがず、惜しくも横雨ぐしい岩木、残念ながら連勝ストップとございまして、まあ、まず、首位清水。 困りません。今節は最下位群馬との、最下位バーサス周囲のこの順位差がそのまま現れる30スコアで清水6連勝により、勝ち点34まで積み上げ、今節大分との、え、九州ダービースコアレスドローに終わってしまった、え、2戦勝利なし状態となってしまった2位長崎との、勝ち点差が5、え、5に、 開くとともに、サイン横浜 FC に至っては、千葉相手にガブリエウ選手の、まさかのね、ビルドアップ空振り、まあそれをね、見逃さない、今千葉の小谷選手の決勝弾により、横浜 FC2 連勝止まりの千葉に対して0-1の敗戦。結果勝ち点24にとどまり、首位清水との勝ち点差が10。 もう、これは、清水、まあ、昇格に向けて、もう、独走体制に完全に入ったと言っていいでしょう。しかも、ここに来て清水、なんと、秘密兵器躍動の、その名もですね、ドーグラスタンキー。まさかのね、群馬に所属していたというね、プチ驚きの、その、最下位群馬相手に、まあ、強烈なポストプレイによるアシスト及び、まあ、強烈なですね、恩返しヘディング弾で、まあ、清水の6連勝後押しで、まあ、清水、もう完全に資格 状態でございます、す、まあ、そこで2位長崎がえ2戦勝ちなしにより、まあ、その差を縮めたい3位以下のチームは、横浜 FC はまあ先ほど取り上げた通り、1番に0対1で敗れ、岩きに関しましては、愛媛相手に0対0のえスコアレスドローによる、まあ、連勝が3でストップのえ勝ち点伸び悩み。でまた、岡山に至っては、まあ、正式にまあ新監督就任のえ増田暫定監督改め、増田新監督 としての正式な初陣、まあ、完全復活を遂げた徳島相手に一対二で敗れ岡山の失速中間は否めず、まあ、どのチームも長崎との勝ち点差合意上からなかなか縮められずの、まあ、もどかしい展開、まあ、しかしここに来て仙台が鹿児島を一対ゼロで敗る二、まあ、連勝で、まあ、上位先制に完全にですね、えー、カムバックはですね、まあ、面白くなりそうな展開かなとでその 一方残留争いに関しましては、まあ、監督交代がまあ活発と課、えー、した、えー、この第14節、えー、徳島に次いでついに 水戸が浜崎監督解任から、まあ、森暫定監督のもと、早速熊本相手に2対0の勝利で、まあ前説、前節、陥った広角拳から即脱出。で、その一方、敗れた熊本が、ついに広角拳の18位に入れ替わり、広角。で、また、最下位群馬に至っては、今節、まあ、清水に0対3で、敗れた5連敗後、まあ、ついに残念ながら、 大月組長解体、まあ、ならぬ大月監督契約解除の、まあ、武藤ヘッドコーチがえ群馬の新監督就任となっております。まあ、昨年の大躍進からメンバーはそこまで変わらぬものの 断ントツ再開の、ま、急失速に、ま、サッカーの難しさ及び、ま、J2 リーグ内での、あの、チーム戦術の、あの、スカウティングの高さが伺えます。ま、よって、ま、この連戦で、ま、続々、ま、監督交代発生の、ま、厳しい現実、ま、徳島及び、ま、水戸は、ま、監督交代後即、ま、結果が出ている、ま、結果に、ま、後追いしたい、ま、群馬といったところでしょうか。で、そしてその一方、監督交代なしで、 成績を上げたチームも1チームございまして、藤枝、ク FC。 今節は栃木を1対0で破っての、水戸群馬、栃木の残留争うチームに対する、まあ、立て続けのですね、あまりにも大きすぎる、まあ、3連勝で、まあ、復活の藤枝、ここにありといったところでしょうか。まあ、逆に敗れた栃木は、早くも、ま、30失点台に、到達してしまった4連敗。まあ、序盤の連勝していた栃木はどこに行ったのか案件。まあ、特に上位と違って、下位チームに関しましては短期間で、 チーム状況がコロコロ変わっている状況から、まあ、熾烈な残留争いを表す。第十四節といったところでしょうか。そこで、次、第十四節のピックアップゲーム、いくつか取り上げていきたいと思います。まず、第十四節の最も注目試合でございますが。<laughs> 秋田バーサス甲府2対3で、秋田敗戦一方甲府連敗をストップとする勝利。まあ唯一のですね、第14節の取り合いのゲームでございましたので、ピックアップさせていただきました。まずこのゲームですね、先制しましたのは秋田前半18分。まあ秋田お馴染みのですね、ロングスロー。松本選手がニアでそらしてファーサイド。まあ大石選手が折り返し、まあハンダ選手が押し込む。まあ、前説 のね長崎線に続きですね、えー、もうこの。 スローインからのですね、おなじみの特典で、秋田幸先よくホームで先生。ただ、え、甲府、え、即返します。前半28分、この真ん中からですね、三沢選手が鳥海選手に差し込み、スイッチ入りました。三3人目走り込んだ林田選手が、シュートブロックされるものの、ま、混戦でですね、ファビアン・ゴンザレス選手が胸トラップからはボールが落ちる前にですね、このアクロバティックなね、このシュートが、 秋田のディフェンダーにあたり、まあ、ディフレクションした形でですね、えー、ゴールインし1対1の同点と、マッチアビター、ファビアン・ゴンザレス選手の得点で、えー、ここからですね、交、え、付、ー、勢いに乗っていきます。まあ、前半同じく32分には、 まあ、このアダ・ユートン選手がサイドからね、まあ、ゴールに向かっていきながらのコンビネーションで、勢いよくね、えペナルティエリアに侵入するものの、まあ、飽きた、まあ、決死のシュートブロックで、えー、前半は1対1で終え、まあ、迎えた後半、えファビアン・ゴンザレス選手、2得点目でございます。え後半9分ですね。 えー、この、甲府立て続けのコーナーですね。一回目、ショートコーナー。これ、ブロックされてからのですね。また、サイド。またですね、えー。このショートコーナーをですね。しつこく仕掛けていき、えー、鳥海選手から、えー、この、秋田のディフェンダーのですね。まあ、隙を突く、このクロスに、ファビアン・ゴンザレス選手のですね。えー、ヘディング弾が決まり、甲府が、えー、逆転。もう、完全にですね。秋田のオカブを奪う、まあ、甲府の、まあ、セットプレイの仕掛けで、 逆転。 そして、その2点目の直後も、ファビアン・ゴンザルス選手、ハットトリックのチャンス到来でございます。まあ、流れの中からのですね、シュートフィニッシュ、これ、ホームランとなってしまい、ハットトリック、至らずのですね、そのシュートフィニッシュ後ですね、筋肉系のですね、負傷をしてしまい、ファビアン・ゴンザルス選手、交代の、え、ピーター・ウトカ選手が予定よりも早くのですね、投入となりました。まあ、そんな、ピーター・ウトカ選手に関しましては、 でね、まあ、決定的なシーンをですね、立て続き外してのですね、大分戦の敗戦から迎えたこのゲームは途中出場でですね、伝説の汚名返上でございます。えー、後半32分に PK 団冷静にですね、ど真ん中を決め切ります。まあ、その PK 獲得する過程に関しましては、まあ、鳥海選手の、ね、推進力を生かしたまあ三沢選手のですね、まあ、アイディア素晴らしい、まあ、ループパスきっかけで秋田の選手のファウルを誘発し、まあ、PK 獲得、えー、結果3、えー 3対1でですね、勝ち越したもののその直後ですね、すぐ失点してしまうと。 後半33分、秋田センターバックからのこのロングフィード、まあ、ペナルティリア手前で、えー、ヘディングでそうらしいまあ、抜け出した斉藤選手がゴールキーパーの目の前での、えー、ダイレクトシュートが決まり、2対3に追いつき、まあ、その後、まあ、秋田決めてなく、えー、甲府が、まあ、逃げ切る形でですね、えー、連敗を2で止める、まあ、そういうスタジアムで勝ちあるですね、まあ、火力を見せつける勝利に対し、一方、秋田に関しましては、まあ、各地、 チーム苦しんだそういうスタジアムにて、まマ、あ、ここに来て横浜 fc の福森選手そして今節はまあ幸府のファビアンゴンザレス選手とは、まあ、飛び道具の前に、えー、非常にセットプレーでですね得点を奪い手にもかかわらずまあ失点数がかさみ、えー、悔しいそういうスタジアムの画像を崩れる、えー、連敗となっておりますそして次第14節のサプライズ結果時代を1試合ピックアップしていきたいと思います 4位岡山バーサス17位徳島の対決1対2で岡山敗戦一方徳島勝利まあ昇格争いから徐々に脱落しているえ岡山とまあ広角圏から脱出した徳島まあ、そのチーム状況を表すえ結果になったのではないでしょうか内容としましてはまあ昨シーズン岡山に所属していたまぁ、あ、チャウグアベス選手がまあ徳島の選手としてですね岡山ゴールに まあえー、カットインシュートに、まあ、フリーキックにですね岡山ゴールに、えー、迫り、えー、結果、えー、前半42分にですねついに得点にですね至ります、えー、岡山自身でですね、まあ、徳島即時奪回からのショートカウンター、まあ、チアグアベス選手のこのカットインシュート、まあ、ブローダーセン選手のですね、まあ、手前でバウンドしちゃったためですねブローダーセン選手止めはしたもののですね、まあ、らしくない、まあ、トンネルは そのボールに対して渡選手が即反応して詰めて で岡山が先生ただその前半のうちにですすね岡山追いつきます、まあ、前半アディショナルタイム3分。こ、ま、の、あ、岡山のフリーキック、まあ、ルカオ選手のところでですね、少しコンセントのあり、まあ、そのこぼれ球に対して、まあ、元山選手が詰めて、えー、前半のうちに岡山価値ある同点で、えー、折り返し、まあ、迎えた後半、えー、徳島がですね、えー、突き放します。 後半4分、ま徳島の杉本選手大躍動でございます。ま右サイド寄りのミドルサードで、ま岡山の選手からはボールを奪うように、ま入れ替わりながらのターンからえ田波選手を経由し、ま左大外の橋本選手に展開、まそこから杉本選手ですね、え右サイド利のミドルサードからま左サイドのアタッキングサードまでですね、ま斜めにですね、えこのランニングを引き続けた たのが本当に素晴らしかったと思いますえー、橋本選手から、えー、裏パスに抜け出した、えー、杉本選手、まあ、ポケット侵入からですね、えー、小回り効いたターンからの、えー、岡山ディフェンダーの隙を突くクロス、まあ、岡山人数揃っていたんですけども、岡山のディフェンダーの背後で、えー、渡里選手が、えー、反応する、まあ、ヘディングダウンが決まり、えー、徳島が後半早々、えー、勝ち越しの2対1。 まあその後、岡山が構成の、まあ、特に後半15分にはスローインきっかけから素晴らしいコンビネーションの4人目の動きで、まあ、先場選手のシュートもまあポスト直撃、まあ、それ以降徳島体を張った守備でシャットアウトの逃げ切り勝利、まあ、結果、増田監督、まあ、新監督としてですね、まあ、正式就任後の初陣での勝利及び、まあ、暫定監督時代から復、えー 含めてもまあ、ここ、えー、直近4戦ででは3勝1分けの、まあ、吉田監督時代から一点ですね、まあ、特に、長崎戦でのね、えー、大敗が影響してか、まあ、守備の部分でのね、しっかり体を張る、まあ、基本的な部分をまあ徹底しているところ及び、まあ、攻撃の部分に関しましても大胆さ及び前に、ねえー、仕掛けていく姿勢も増えましたので、まあ、増田監督、まあ、見事なですね、えー、軌道修正を図ったことを象徴する まあ上位岡山を破っての勝利に対して、一方岡山に関しましては、まあここ直近のですね、まあ調子の悪さを象徴する、まあ怪我にグレソン選手や、まあシャベル選手等のね、不在も少なからず影響してしまっている、まあ攻撃に、まあ厚み見出せずの岡山の敗戦といったところでしょうか。そして次第14節のベストゴール誕生時代を1試合取り上げていきたいと思います。 山口 vs 山形2対0で山口完封勝利一方山形完封負けとなったゲームから山口のディフェンダーシンボ選手の前半33分の よく抑えたいスーパーゴラスト弾の選出でございます。え、場面としまして、は山口のロングスローきっかけ、山形のディフェンダー西村選手の目測誤りで被ってしまい、その被った先のボール、山口のね、キム・ボミョン選手、これもね、結果的に当たったような形となり、その跳ね返ったボールに対して、山口のシンボ選手、胸トラップから、ボール、2秒ぐらいですね、対空に浮いていたボールに対して、 バウンドさせることなくで、すすねね少しのの間を待ってからでで、ね、もう迷いなくシュートでまたこれね、シュート打つ目の前にはね、キム・ボムヨ選手が立っててですね、よくその状況下でですね、まあ、迷いなくシュートに至れたなと、まあ、その迷いなくシュートに至ったのに対して、まあ、キム・ボムヨ選手もね、え答える形で,ですね、うまく倒れましたね。これがまた相手のゴールキーパーからするとね、いい目くらましになったと思います。まあ、突然ですね、素晴らしいシュートフィニッシュが飛んで できたような形になったと思いますし、またこの辛坊選手もね、この胸トラップからのこの空中のボールをですね、吹かさなかったのがすごいです。その技術力がすごいのと、吹かさなかったプラスしっかりコースもね、なんだかんだい抜いてるしあの得点でもございましたので、まあ、目の前に味方の選手がいながらもですね。 空中に浮いたボールを吹かすことなくコースにねじ込むですね。まあ、非常に印象に残る、まあ、山口に勢いを乗せるですねえ。先制団になり、結果的にチームをね、勝利に導く得点にもなりましたので、ベストゴール認定としてピックアップさせていただきました。<laughs> 以上簡単でございますが、第14節のピックアップゲーム等の振り返りはここまで。まあ、そこで次、この第14節時点での個人ランキングの方をおさらいしていきたいと思います。 えー、まず、得点ランキングからですが、えー、清水の北川選手の、まあ、ゲームをね、ダメ押しにする、まあ、追加点により、えー、7得点目で、えー、得点ランク2位タイに躍り出ております。それ以外は特に変動なしでございます。で、一方、アシストランキングに関してですが、まあ、こちらも、えー、特に変動なしとなっております。 以上長くなりましたが、第14節の振り返りはここまで。まあ、そこで次、えー、次節第15節の最も注目試合を1試合ピックアップしていきたいと思います。2位長崎バーサス5位岡山の、まあ、調子上がりきらずの上位直接対決をピックアップ。まあ、ここ直近長崎に関しましては2試合、マテウス・ジェジュス選手が不在下でのですね、 連勝が、えー、ゴーでストップの2試合連続ドローでもございますので、まあ、1週間相て、まあ、望むことになるゲーム、マテウス・ジェズス選手がカウンバックするのかっていうのは、まあ、最大の注目ポイントになってくるかなと。まあその中で岡山に関しましては、まあ前回はまあ清水とのね、上位直接対決にウノゼロで破れてからのですね、 まあ、調子上がりきらずの岡山。まあ、この長崎とのね、えー、直接対決に敗れてしまうと、えー、もういよいよね、自動小学戦線から、まあ、離れてしまいかねない、まあ、少年場のゲームだと思いますので、えー、岡山及び長崎、今ともにですね、まあ、調子、えー、向上のですね、まあ、きっかけとした今、このゲームは、特に岡山がですね、勝つようなことがあるとね、 まあ、この2位の座をね、巡る争いもね、なかなかに、えー、面白くなりそうなゲームでもございますので、岡山に期待しつつも、まあ、長崎、岡山、両者にとってですね、えーまあ、きっかけをですね、まあ、再びのですね、えーまあ、上昇をつか、まあ、み取りたいゲームということもあり、えー、ピックアップゲームとして取り上げさせていただきました。 以上長くなりましたが、首位清水、もう J1 昇格に向けて、まあ独走モード入ったと言えるですね。まあ6連勝及び、まあ、長崎の不調もあった。 で、まあ、2位争いが面白くなりそう。かつ、まあ、残留争いに関しましては、まあ、徳島、藤枝の復活及び、まあ、三島、群馬、監督交代と、まあ、大きくですね、まあ、上位もえ下位も動きがですね、出てきた、2024年シーズン第13節と第14節の簡単なレビューでした。 最後までお付き合いいただきありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメント、及び Twitter、改め、アプリ X の方もフォローいただけると嬉しく思います。また、次回の動画でお会いしましょう。石門ジャップ TV でした。